頑張るだぞ。ヘヘヘヘヘヘよし。そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。よし。よっしゃー、釣れた釣れた。よし。
どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。どうじゃ。よし。よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。どんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。ま、こんなもんかな。よっしゃー、釣れた釣れた。へへへ。よし。
んなもんで。へへー、うまそうな魚だな。よし。そ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 んなもんで。このツヤ、絶対うめえぞこの魚。へへー、うまそうな魚だな。
チクショはて、やれやれじゃな。こりゃ。やれやれじゃん。やじろべえも変わんねえな。やれやれじゃな。ちっこしょよし、そろそろだぞ。じっちゃんたち、元気してっかな。よく来たな、悟空。まずは、ランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。おう。それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、
言われてみればそっか。ほら、肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。嫌だな。さっさと片付けちまうか。どうした？何か用か？天津飯にちょっとな。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな、ちょうど修行を終えたところだ。その背合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか？むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。
まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか？天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ？そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケどうだったんだ、天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これありがとうよ。これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。ほう、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。
面白い。早速試してやるか。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。こんにちは。あの、さようなら。みんな修行して腕上げてっかな。みんな修行して腕上げてっかな。ご飯もどんどん腕上げてるし。こんにちは。あの、はい。
ええ。トレーニングを始めましょうか。相手してあげるわ。ありがとう。そろそろ消えてちょうだい。なるほど。他のやつとは違って少しは頭を使えるようね。楽しくなってきたじゃない。あんたに返す。しつこくやつで。しつこくやつで。捕らえた。そろそろ決めるわ。あがいても無駄。もう誰にも止められない。その程度では私を楽しませることなど到底できないわ。バカはバカなりに抵抗してみなさい。おめでとうございます。人造人間がどんなやつかわかんねえが、俺らの遅かったな。何をしていた。わりわり、いろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりして俺らの修行にはなったけどな。
どうせそんなことだろうと思って。あ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。あ、トランクスの警告から3年の月日が流れ、つい…ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父、じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりこねえさ。やってみてから答える。今回の件、自信がないわけじゃないが、どうも嫌な予感が頭から離れん。未来から来たトランクスが告げていた約束の日、約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。
街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ、まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。ちょっと。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。クリリン、そっちはどうだ。ダメだ悟空、怪しいやつは見なかった。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。俺が目的ならちょっとと出てきやがれ。他のみんな見つけられたんか。どうだピッコロ、見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。どいつだ、どこにいる。天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。大きな毛が乱れ減っていく。これは ヤムちゃん。クリリ、ヤムちゃんまだ生きてる。先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろ。わけは後で聞こう。行くぞ。
んでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないが。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選び。さあ、なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイ。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あっそう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来た奴が言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。程度だろうな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。マリックホー、悪を仕上がれ。エネルギーはもらったぞ。あれ
怖を感じるのか、人形野郎でも。うわー、くらえ、こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかってこいよ。貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。チッ、逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。俺も行く。僕も。分かった。だが戦おうとはするな。お前たちの手に負える相手ではない。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。気を感じることができんのは厄介だな。どうだ、天津飯。いや、俺の目でもまだ探し出せん。ほっせ。まだこの岩場から出た形跡もどこかに身を潜めているはず。ほん。いたか、クリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。ゴハン、やつはいたか。ごめんなさい、この後。そうか。ほっせ。おお、なんというパワー。ふん、雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。
さまごときでは俺は倒せんぞ。ベジータ、奴はどうした？あの野郎、思ったより素早い。くそ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、助かったぞ、ご飯。クリリンさん、ピッコロさんに先祖。貴様程度なら、どうにでもなる理由をいただくぞ。片付けてくれ。これがピッコロのパワーだぞ。片付けてくれ。やはり計算の通りだ。どうにかに一人で私と戦おうとしたことを後悔するがいい。どうにでも片付けてくれ。エネルギーはもらったぞ。ライトロ、片付けてくれ。スピード！
てくれ。決勝奪ったエネルギーは知れたものだ。片付けてくれ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？母さん！ありがとう、君。トランクス？
トランクス？トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の、わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲロの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど。ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。ふん。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ。母はお前だ。あいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲロの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい。ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ？壊れちゃったのよ、飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら
俺たちだけで十分だ。はい、では。よし、言うぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。17号と18号が動き出したとしたら、ベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクター・ゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだ。わからん話ではない。まだか。研究所がある場所というの。もうすぐそこだ。レッドリボン軍に協力してたくらいだから、あまりいいやつじゃなかったんだろうな、ドクターゲロは。あそこだ。ふん、ザコがいるようだな。北の方はさすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ、俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。修行の成果を見せてやる。太陽拳、うん、トリア、チェッチキ、フッ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 。太陽拳、ドドッと、チェッ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 。すぐに片付けてやる。チェイク、トゥー、フィア、チェイク、
よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは16号か。なるほど。俺たち16号なんて。俺はし あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですがあのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった、あんなやつ。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空地に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カカロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。暇つぶしに。ザコどもか。やたら長い道路だ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのは
どうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか女かデクノボーか。 そうだ16号、あんたの力が見てみたいしやってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ。大丈夫ですかベジータさん。もう来やがったか、鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。といっても人造人間だ、女じゃないか。はっ！ヤリックホー！今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。って男はもっと強いわけ。俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだね。どっちも。なんだと。行くよ。行くよ。クリアス。行くよ。消えろ。思っても見なかったよ、あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ、ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね。そろそろ。心配するな、ドイツもまだ生きている。早さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない、自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待って、待ってくれ。
なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ、なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは、俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。やつはスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかったか。はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、やつをどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は、そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち、さあな。神様ん家だ。神様の、どういう。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人に。ナメックス。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえば、とそれだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え、そうでしたか。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ、無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。よっ、よかったら未来のことを聞かせてくれよ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね、あまり楽しい話では。これは最高級の肉では。まあちょっと聞くわ。あの人造人間たち、
本当にむちゃくちゃ悪い奴らなんだよな。とんでもなく冷酷な奴らです。少なくとも俺たちの時代では。どうしてですか？いや、なあ。なに？やだね。いや、うん。それでは。なんだ？やつらにそういう甘い希望は持たない方がいいと思いますが。そうだよな、分かってる。ちょっとそう思っただけじゃないか。
ありがとう。いえ。そうですね。なあ。そうか。なあ、ありがとうございます。ええ、俺ももっと頑張らないと。あれだ、あそこが悟空の家だ。
ちは。あんれ、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれ、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった、心配したぞ。あ、ヤムチャさん。悟空はあれからどうなりました。大丈夫だ、薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか、お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ。新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ、どうしてみんなが。話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ。前にも言ったろ、それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよね。16号、あんたはなんか知らないの。東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか。そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ、その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンすけど。クリリン、何を無事だったわけ。そこに未来の私の息子のトランクスいない。え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか。それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それで
もしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。トランクスさん。はい。そのトランクスさんのいた未来の世界はそんなひどい目に遭ってるんですか？はい。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。まだ全く破壊されてない。不思議な気分だ。この辺りのはずです。探しましょう。本当にタイムマシンだ。あ、ブルマさん来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに二つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは。あ、なにこれ。わかりません。ですがこのタイムマシンの中に
これ何かの卵よね。一体何が？おかしいのはこの卵だけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ？それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後？そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは、俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのは、なんだろう、あれ。どうしたの？いえ、あれは何かなと思って。これ抜け殻ですよ、これ。ひえー、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する？はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。何がどうなっているんだ。分からん。ご飯たちが発見した謎の抜け殻、それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。